冒険 OD と、星4、伝説の大の大冒険コンビが再びタッグを組んだ、ラムネ &40 が大の大冒険だとしたら覇王体系ユーナイトみたいな感じの漫画。どちらも同じ監督が制作しているのぜ。シナリオは魔王軍と人間軍が対立している世界で冒険者と呼ばれる武器を生成できるスキルガチャが存在し、そのスキルは人族それぞれの個性が武器になるという設定。そこで主人公のビートハクソクヨパーティーに憧れて、自分もいつかこのクソクヨパーティーのように冒険者としててっぺん目指したいと思っていたが、なぜか主人公だけはこの武器を生成する能力がないという設定。そこからなんやかんやあって主人公がガメオベラ一歩手前の重傷を負った時に、そのクソクヨパーティーたちは自分が持っている武器をエネルギーにして主人公に与えることで主人公は一命を取り留める。こうして、クソ強パーティーの武器を状況に応じて使うことができるチート持ちになった主人公が、N コアルクソ強武器を使い分けながら、仲間を増やして魔王軍を倒すというシナリオ。作画は安心と安定の大の大冒険だし、しっかり前半は幼馴染の近距離パワー型がセクシー担当して、後半にパワー型のパンチラシーンとかを入れてくれるサービス精神を忘れないし、シナリオも大の大冒険のように面白い。何よりも魔王軍の敵キャラも大の大冒険のハドラーのようにグッドな感じだし、非常にワンダーボーイしててクソ激烈に面白い。ためになった、面白かったと思ってくださったらチャンネル登録よろしくお願いします。